どうも、皆さん、こんにちは。キヨキヨです。はい、ということですね。高チャンネルがよく、エレビズとザップ一緒に出したら、ザップ使ってるってバレない説とかね、いろんな説検証してるんですけど、今回ね、視聴者さんからいただいた説検証やってきたと思います。その名も、ゴブリンバレル、キングタワーの後ろから出したら、普通のゴブリンと見間違えて、何もわかんない説よろしく。ゴブリンバレルをキング裏から出すってことをもしかしたら人によってするかもしれないので、今回は呪文禁止ロワイヤルと称して説検証していきたいと思います。そもそもね、ゴブリンバレルって呪文なんですよね。だからもしゴブリンバレルを使ってるって気づいた瞬間、あれ、キヨキヨさん、これ呪文使ってるじゃないですかって指摘してもらえるということで、今日早速説検証の方やっていきたいと思います。どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。そしてコウチャンネルのコウちゃんです。テーブル、はい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 、そうね、はい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 、何やねん、もうちょい来るのかと思ったということですね。今回は、はい、あのね、こうチャンネルね、甘えてます。最近甘えてるんですよ。何に甘えてるか、そう、呪文に甘えてます。まあ確かに。で、こうチャンネルなんかさ、俺に変なさ、しょうもないドッキリ仕掛けてさ、何、真の雑ドッキリ仕掛けて呪文禁止ロイヤルとか言って、なんかザップ重ねてみたとかやってたじゃん。やってた。甘い。だから今回はもう真の呪文禁止ロイヤル。本当に、うん、今やる。いや、今やるよ別に。確かにシーズン終わったし、ドラゲの期間ではないよね実際。いや、そうだから、それそうでしょ、シーズン終わってるんですよ。前回、前々回ぐらいに。ない、なんもよ。ないよ。さすがにないよ。本当にない。雑ドッキリだってだいぶ撮ってないからさ。いや、だから雑談機長も再生数つかないからお蔵入りになった。ああ、そういうこと？それは嘘。悲しい。それは嘘。はい。それは嘘だけど、はい。今日は呪文禁止やっていくんですけども、ですね、結構僕、結構真剣にやってます。なぜならば、この、結構真剣にやってもらって、真剣じゃないの？いやいや、だから、通常のデッキをちょっとオマージュしたとかじゃなくて、ちょっと考え抜かれてます。わかりました。これとかって、この組み合わせとかで普通できないと思うんですよ。はい。うん、あ、知らないわ。これとかも、これとかも結構呪文なかったら厳しいし、これも呪文の代わりになるんじゃないかということで、うん、フレンドバトル飛ばしてくれてありがとうございます。いやいや、とんでもないです。えらい。来年完璧です。あなた、えらい。来たね、来たね。汚い。え、汚いわ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 、ペーペロ兄弟。え、遅い。なんや、グダグダじゃね、今日。いやいや、全然全然。怪しいな。展開に行けない。マリンボーはだ。そう、ポチン。レイソボーイズ横丼さんとね、いただきます。いただきます。よろしく。取れてるね。取れてる。よろしくお願いしますと。はい。何笑っちゃうんだよね。いや、これ絶対俺止めらんないと思うんだよね。はい。よろしく、GG。はい。あー、マジか。このね、ウォールブレイカーちゃんだよ。時代は。持ってないかな。あー、ちょっと持ってないか。いいね、いいね。ハイスピニガーゴイル、なんかスパーキーっぽくね。あ、確かに呪文禁止スパーキー最強説あるわ。いや、そうなんだよね。ザップとロケットと、なんだっけ、あれないから、ライトニングとか。確かに、あ、俺勝ったじゃん。やばいな。おじいじいスケルトンじゃん。甘い。しかし僕はですね、よろしく、環境の先端に行ってるんですよ。なるほどね。常に。うわ、これさ、もうじいじいスケルトンじゃない？常に向こう岸に、あ、やべ。これじいじいスケルトン。しかし、ギャングが、ギャンガーがね、ぶっ刺さんけど。え、ギャンガー早くどっか行って。いいよ。吐いて吐いてる。しっかりこれ、はい、出して。あー、それ辛くね？これ多分ね、処理できないです。いや、できないです。呪文ないからね。いや、知ってます。よしよし。できないです。さあ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 。これ結構きついと思う。これやばいな。これもいっちゃう。え、これ結構いいんじゃない？おお、やばい、俺強い。やっぱ俺考え抜かれてる。マジか。やばい、普通に負けそう。いや、きついけど、こいつがいるんですね、僕には。頼りがいのあるウォールブレイカー。これダメだっけ？え、いけ、いけ。うわぁ、意外と弱いな。残すっていうのが強いんだよ。ファイスピと一緒一緒だから。確かに。それで言うと。スケルトンまで探したから言うても。一ヤード取ってるっていうね。状態、それはね、でかい。マジか、なんか何もやんないのか。普通にこれ呪文バトルっぽいな。いやいや、もうやめてんすよ。ごめんごめんごめん、ドッキリドッキリしてる。ちょっと疑ってたわ。やめてくださいよ。ごめんごめん、それはね、申し訳なかった。しっかりつけちゃって。あと、これやばい。これはまさか背面重なっていく流れ。そしてネクロマンサー、これ攻撃にくいからね、これ。はい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 、攻撃力ちょっと本当にえぐくない？えぐいよ、マジで。いいね。いや、残り1分になってからね、スパーキーが無双する読み。本当に無双する読みっすね。本当に。しかしこれ、コウモリが多分これね、来ます。はい、ほら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 、うわ、それはうまい。ほら、それはうまかったけれども、ネクロマスターの影分身によってスケルトン一体が向こう行くんです。こっち行くってこと？そう、それが最強なんです。よろしく。はい、しっかりこっち向け。危ない。待って、これ進み。なんで？え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 ？なんで？ほら、なんでやねん。ほら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 、なんでやねん。これなんだよね。しかしですよ、こっからちょ、まずいな。いや、へい、どうすん。これは勝ったでしょ。確かにちょっとやだな。これは言ったな。え、マジ？いや、これ何もできない説。撃て、止まれ。ああ、疲
トッピングで。ふざけんなこれ。やっぱね、自問禁止でもどんな状況でも俺のが強いですよ、やっぱり。え、何何何何、やばい。ウォールブレイカーいいね。でしょ、ウォールブレイカー結構回りにくいんだよ、ローリングともないし。ちょっともう一回組んでいい？あ、もちろんもちろん。あ、これジジス、これあ、ジジス。あ、オッケーです。オッケー、もういきます。レイサーボーよくのポン、オッケー、よし、いきます、ポン、参ります。こりゃ勝ったなぁ、たぶんこのデッキ最強なんだよなぁ。よろしくザルス、よろしくお願いします。で、これ一旦これなんです、一旦これなんです、一旦これ。おー、え、なんで、え、え、え、いや、俺読みで、あれ、なんで左じゃなかったの、スパレート。確かに、あれ真ん中だって俺あんま、なんかツイッターで見たかもしんない、左側から出すと左に行って右側に出すと、え、そうなの、なんか見た気がする。不良品ウォールブレイカー、不良品、不良品。いや、これきつ。はい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 、いや、このデッキ多分最強だからね、俺はね、あえてこのデッキできた。なるほどね、はいはい、そういうことしちゃうと、もう高回転ウォールブレイカー、この数よ。確かに2個すってやばい、これ多分無視するとね、ドーン、400入るんですよ。え、ほんとに普通にめっちゃ強い、マジで強い。どうしようかな、これ。ほんまデッカ TV。一旦これこう。ボンジュールスタンプ出して。ボンジュールスタンプ？え、これボンジュールスタンプ？ボンジュールスタンプ？え、知らないの？あ、メガネがってこと。うわぁ、界隈に乗り遅れてますね。いやいや、わかりにくすぎる、さすがに。ほんま、ちょっと残りしようかな。まあ、耐えの時期でもあり。耐えの時期。なるほどね。耐えの時期っていうの出しとるやんけ。はいはい。え、マジでそんなことしよう。上手するよ。これも事実。うわ、マジか。いや、そうだ、ごめんなるのか。それってやったな。よろしく、よろしく。ここも GG スキルで。で、ここでですね、登場するのがこちら。ネクロッティ。お得。いや、これ、アドを取らせて、これ一発なんですよ、ガゴイル。じゃ多分ね、これもう気をつけて怖くなります、完全に。ええ、そら、七人さんに、じゃあ DM しててじゃん。なんでやった、うめえ、うめえ、うめえ。そう。それ、それと一緒だよ、今。違うでしょ。それ違うでしょ。それ一緒だよ、それ。じゃあさ、あなた弱いですって言ってるのと同じじゃん。例えばさ、ゴレ使いにさ、ね。俺以外のゴレツカに言えないこともあるでしょ、絶対。それと同じやん。ないよ、別に。ないか。ないか。はい、いや、でもね、確かにね。そうそう、クロスとか俺ちょっと結構さ、そうだよ、切れちゃうから。じゃ例えばさ、その身近な人言える？え？いやいや、逆か。言えないよ。でしょ？そう、俺が悪かった。ああ、そうだよ。でも無視したら落ちんじゃん。いや、捨てですよ、捨て。じゃあ行きます、ね、よろしく。あ、来た。で、ここで行きますって言っちゃってるじゃん。行きます、よろしく。それ確かにアドだな。だからさ、もう、まだまだですね。成長してたか。しかしこれね、多分止まんなさそうですね、ギャングちゃん。さっきと同じパターンだ。いや、これ辛い。いや、でもこれ結構辛いと思う、相手。いや、全然辛くないですね。もう、このウォールブレイカーのこの高回転。いや、俺、だってこの見て。スパー、皆さん見て。スパーキーが無限に生きてる。無限スパーキー完成。もう一回、もう一回ワンチャン回ってんじゃないかなっていう疑いもある。あ、いや、それでずるいってだから。それずるいってだから。だから、言い出せ強いんだよ、これ。いけ！いけ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 ！違う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 。ねえ、そのネックはずるい。このね、圧倒的。俺、本音出たわ。待って、やばない、やばない。待ってる、待ってる、ブレイカー。はい、ブレイカー。あ、そっちか、お前。待って、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 待いやいや、俺のデッキは強いだって、ほんとに。いや、すごかったな。でも何もしてないでしょ、だから。してない。そのさ、ドッキリ打ったからやめてくんない、マジで。ごめん、普通にこれね、楽しかったね。ほんま銀ちゃんだって俺のデッキめっちゃ強い、これだって。何これと。あ、ほんとだ。確かにね。これとこれと。あー、スパーキーってやっぱゴブリン系が強いんだよね。うん、インドラ止まん、でもインドラ割と止まるか、ガゴムレもあるし。まあ確かに。なんやかんや。ね、結構、やっぱラバとかきついかもしんない、俺。そういう意味でね。うん。あ、まあ確かにラバ止まんないね。確かに。ハイボないか、でもハイボないし、だから呪文がないから結構厳しいけど、でも逆に相手さんも止められない。なんでこれずっと資格やってんの。いやいや、なんか癖で。対戦終わったら資格やってるドッキリ。さすがに雑すぎ。え、気づかない。え、何、え、待って、気づかない。ええ、怖い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 、なになになに、怖い。嘘、それは嘘、それは嘘。ちょっと気づいてるでしょ、実際。いや、本当知らない。え、何やった？いや、あ、わかった。これやったと思って。いや、違うね。やってないとき。あ、本当にやってます。嘘嘘嘘、本当に嘘。本当に嘘。本当にわかんない。嘘？それは、それは役者。ん？それは役者。それは役者だよ。え、シバライトリング？やってねえよ、別に。見て見て見て。もうもう。いや、違う、普通のデッキでしょ。気づかない。何？怖い、それは。
それは怖い。はい、ということで今回の企画はですね、ゴブリンバレル、タワー後ろから出したらゴブリン特別使わない説。え、そうや、出してた、本当に分かんなかった。嘘じゃないでこれ。マジマジ、本当に、いや本当に、ゴブリンバレル、まあそもそも呪文じゃん。だからまあ呪文禁止ってことだ。あ、確かそうだ。あ、そうだ、ゴブリンバレル。それも遅いわ、それも遅いわ。嘘でしょ。いやこれ出してた、マジ出した。あ、と見せかけて一回も出してない。いや出して出して出した。え、で、あの毎回俺出すタイミングはスパーキー出して、スパーキーが打つ打たないぐらいの時にポッて出した。なるほどね、俺がもうこっち集中してる時にスパーキーに集中してる。うわマジか。え、本当に気づかなかった。で、だからワンチャン、そのあの、あえて俺普通のゴブリン入れてないのよ。普通のゴブリン入れちゃった。あれさっきゴブリン出したくねってなってたから、確かに。それ怖かったからゴブリン3種で。うわマジか、ギャングのゴブリンと思ってた普通に。全然甘い。全然一緒だわこれ。マジか。だからコストはちょっともったいないから。確かに。無駄だっけし。あ、あと一番でかいのは音聞いてないから僕ら。あ、確かに。でもさ、なんか、若干エリクサーも、なんか、進みは遅いなと思った、いつもよりも。なんかライトニングやってるのかなと思ったけど、なかったし。いや、嘘でしょ、それは。いや、ちょっとなんか、エリクサーのね、あの、把握的に、あれなんか、もう溜まってる格ねみたいなのはあった。本当に？うん。それはミスだ。いや、マジ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 。それ、ガン詰めした時に、あれこれ止まんないのみたいな時あった。いや、それ単純にね、トークに集中してた。ああ。ということで、エンクラスやってたんですけど、全然わかんない。案外気づかないということで。はい。こうチャンネル、YouTube チャンネル、リンク、どうも説明欄にございますので、ぜひ皆さん登録して動画見てください。え、なんかあんのまた。え、これ、過去の、説検証、雑ドッキリ動画ありますね。何これ雑ドッキリじゃないよ。普通に。確かに。説検証だから。説検証か。ぜひもね、見てください。水曜日の、キヨタウンね。水曜日のキヨタウン。キヨタウン。ちゃんとキヨタウン。OK です。ということで、チャンネル登録はこちらのポチ。そしておすすめ動画あるんで、まだ見てない動画ある方はぜひとも見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。